心診療所チャンネル。精神科メンタル分野の言葉、今回は抑圧抑制についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ストレスがあった時、その度に人に当たっていたら喧嘩が絶えません。なので嫌な感情をまず一旦抑えるということは社会生活の基本です。ただし抑えすぎて許容量を超えてしまうと、うつ病などさまざまな不調が出るリスクがあります。今回はこの抑圧抑制についてやっていきたいと思います。まず抑圧抑制の例を見ていきます。 A さんには嫌な上司がいて毎日ストレスを受ける状態です。まずは意識的に抑制、抑えようとしてきたのですけれども、ちょっと限界が来てしまいました。今度はより根本的に無意識に全体を抑圧して忘れるようにしました。これで一旦落ち着きを取り戻しましたけれども、しばらくしてある日、限界が来たのか急に朝体が重くなり会社に行けなくなってしまいました。この抑圧抑制とはというところを見ていきます。この抑圧抑制とはストレスへの対処、防衛規制の一つになります。自分の嫌な感情を抑えることで対応するということになります。やりすぎて限界が来てしまうとメンタル不調になってしまいます。この抑圧と抑制の違いですけれども、この抑圧はもう無意識に抑え込むというやり方、そして抑制というのはもう意識的に怒り等を抑えるというやり方になります。この防衛規制とは振り返りますと、これは人がストレスや不適切な感情を管理しようとする、そのための心理的な戦略になります。フロイトなどによって提唱されまして、これはいろいろ整理されて今も使われています。健全なものから影響の高かったり危険なものまで様々なタイプがあります。防衛規制の例をいくつか見ていきますと、まずは反動形成、嫌な感情のあえて逆をするという方法です。あとは昇華といって、嫌な感情を逆に建設的な形に変換していくという方法。あとは投影といって、自分の嫌な感情を相手が持っていると、自分じゃなくて相手が持っていると思い込むという方法になります。ここで抑圧抑制の例を見ていきますと、まず抑圧に関して言うと、仕事の嫌なことをもう丸ごともう忘れる、意識の下に押し込めるというやり方です。抑制に関して言えば、嫌なことで怒りを感じつつも、あ、これは出しちゃいけないということでもう意識的に抑えると、こういったふうに例になります。この抑圧と抑制の違いですけれども、根本は無意識か意識的かの違いになります。この2つの違いを見ていきます。抑圧と抑制の違いを見ていきます。まず抑圧は、これはもう無意識で全体を抑えるというやり方、一方で抑制は意識的に嫌な感情を抑えるというやり方になります。抑圧は無意識なので気づきにくいと、逆に対処しにくいというところもあります。一方抑制に関してはもう意識的にやっているので気づきやすいと、そして対策もしやすいというところがあります。そして限界が分かりにくいというのが抑圧の特徴になります。無意識なので分かりにくい。抑制ですと意識的にやっているので、あ、これはまずいなという限界が分かりやすいと、コントロールしやすいというところです。一方で抑圧の方がストレスの容量は基本的には大きいです。抑制だと許容量には少し限界があります。この2つ移行していくことがあります。まず移行の1つ目としては、抑圧から抑制に移っていくということです。これは成長に従っていろいろ経験などを身につけていった結果、意識的に抑制するという方向、無意識の抑圧から意識的な抑制に移っていくというところがあります。2つ目の移行としては、逆に抑制から抑圧に移るという時です。ストレスがあまり大きい場合は、この抑制、意識的に抑えるプロセスでは限界が来ることがあります。その時はもう抑圧でもう応急処置を取っていくということに移行することがあります。この2つの使い分けを見ていきますと、抑圧に関してはまさにそのストレスがあまりに強い時、これはもう抑圧で何とかするしかないことがあります。一方抑制に関してはコントロールも効きますので、原則はこちらで対応していくということになります。続いて抑圧抑制のメリットですけれども、これは社会生活には大切な技術というところがあります。抑圧抑制のメリットを見ていくと、まずは問題行動を防ぐ、2つ目が社会的な信頼を得る、3つ目が他の行動に方法に応用可能というところがあります。まず1つ目は問題行動を防ぐということですけれども、これは怒り等を相手にそのまま出すというのは多くの場合不適切になります。なのでまずはそれを感情を出すかどうかを考えるためにも、一呼吸抑制する、抑えるということが必要になります。その上で望ましいものは出していくんですけども、望ましくないという社会的に望ましくないことであれば、もうこれは抑制することで社会的適応を得ていくということがあるかと思います。2つ目が社会的な信頼を得るというところです。基本的には、抑える、自分を攻めて抑える方が相手を攻める他責よりは信頼度が高いというところはあろうかと思われます。その中で抑制というのは、何か嫌なことあった時に他責、相手を攻めることを抑えていくツールとしては非常に機能します。その結果、社会的な信頼も上がりやすいというところは言えるかと思います。3つ目が他の方法に応用可能というところです。一旦抑制もしくは抑圧をしてから別の方法でそれを表出したり整理していくということも可能になります。で、時間を空けることができますので、より効果的な対応を考えていくことができるかと思います。他の方法の例を代表的なものを3つ見ていきますと、まずは知性化といいまして、論理付けをして言葉にするなどして影響を減らして扱っていく。影響を減らして受け入れることもありましょうし、影響を減らして相手に言うってこともあると思います。続いては合理化というところです。理由付けをする。何か不条理に見えることでも何か自分なりの理由付けをすることによってストレスを減らしていくという方法になります。3つ目が消化になります。これは嫌な感情があった場合にそれを何とか他の方向、プラスの方向に転換していくというところになります。続いて抑圧抑制のデメリットになります。基本的に抑えすぎると不調になってしまうということです。抑圧抑制のデメリットを見ていきますと、まず1つ目は溢れると混乱するというところ、2つ目はたまると徐々に不調になるというところ、3つ目は不条理なストレスには弱いというところです。1つ目の溢れると混乱というところですけれども、これはもう限界を急に超えてしまうとかなり心理的な混乱が生まれてしまうことが多いです。特にこれ抑圧という場合だとどこが限界か気づきづらいので急にそういうのは来ることがあります。そして人によってはもう時間差で繰り返しそういう混乱が起こってしまう場合もあり得ます。2つ目がたまると徐々に不調というところです。特にこれ抑制の方、意識的にそれを繰り返した場合に徐々にストレスが溜まってしまいます。それが繰り返されるとだるさや眠りにくいなど、いわゆるうつの初期症状的な症状が出てくることがあります。そして抑圧の方に移っていくと一旦そういった症状があんまり目立たなくなります。ただ無意識で抑えてはいますので、逆に大崩れするリスクというのが生じてしまうことがあります。続いては不条理に弱いというところです。ストレスの中でも抑えるものの中でも納得のいかない不条理なものに対しては非常に抑えることは難しいというところがあります。エネルギーをたくさん要するというところがあります。特に尊厳を脅かすようなことは一番そういうエネルギーを要しますので、その場合はもう必要なことは反論したりするというのもそういう時は方法かと思われます。そして抑制した後に早めに知性化、言葉に置き換えたり合理化などをして少しでも影響を減らすことが求められてくるかと思います。続いて抑圧抑制の対処法ということですけれども、なるべく抑圧より抑制でやっていく、そしてストレスの対策を並行していくということです。対処法の方向ですけれども、まずはなるべく抑制対応、2つ目がストレス対処を並行する、3つ目が他の方法と併用するになります。まずなるべく抑制対応ですけれども、抑圧というのは時に強いストレスの場合必要ですけれども、無意識でコントロールが難しいのでリスクが高いです。なのでなるべく意識的な抑制で早めに対応していくというところ、そして尊厳を脅かすような強いストレスの場合は時に反応したりする方法も必要なことがあると思います。続いてがストレス対処を並行するというところ、抑圧抑制はストレスをためる対処法になります。なので日頃のストレス対策、ストレス対処というのを習慣化することは非常に大事になってきます。そしてストレスが意識されない時も無意識なストレスという潜在的なストレスというのがありますので、もうストレスがあると思っていろいろ対処していくことが大事かと思います。次は他の方法と併用ということになります。例えば不満なことがあった時はもう知性化、言語化するなどして整理をして影響を減らす。その上で飲み込むのか相手に言うのかを決めていくということです。そしてある種も不条理なものに関しては合理化、自分なりの理由をつけることによって一定の納得を図って負荷を減らしていきます。そしてもう根源的な怒りなどに関して言えば、これは消化といっても他の方法に置き換えてもうプラスに転換していくというところになってくるかと思います。今回は精神科メンタル分野の言葉抑圧抑制について見てきました。この抑圧抑制はストレスへの対処、防衛規制の一つになります。嫌な感情を抑えることで対処を図るものです。社会適応にとっては非常に大事な技術ですけれども、溜めすぎてしまうと不調になりますので注意を要するところがあります。なるべく意識的な抑制という方法で対処したいところ、そしてストレスの対処を並行していきまして、他に地政化であったり商家など他の貿易規制の方法も組み合わせて行っていくことは大事になってきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。